今日に託されたファンの夢、思いを力に変えて走るグランプリ宝塚記念。一番人気はもちろんこの子、サイレンススズカ。実力は負けていません。2番人気エアグルーヴエルコンドルパサー。3番人気です。注目株の馬娘だ。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いましょう。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはエルフォンドルパスター、サイレンススズカ、3番。先頭集団を見ていきましょう。さあ、激しい先行争いで前に出たのは4番サイレンススズカ。並んでくる。早くも激しい競り合い。3番手に3番、9番、外から行く。内にはエルフォンドルパスター。2馬身3馬身開いて AMO グランを。さらに外から13番マヤのトップガン、並びかけてきた。さあ、1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。4番快調に飛ばしていきます。先頭がやや早いのか、縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。依然先頭は4番、続いて3番、外にはサイレンススズカ。9番4番手、すぐに続いてエルフォンドルパスター。ここまでが先頭集団。先頭は相変わらず4番続きました。3番向こう正面に入って、先頭から進撃までおよそ16馬身。先頭は依然4番1馬身リード。1馬身離れて3番差がなく、サイレンススズカ内から内からエルフォンドルパスター。9番5番手、そしてその外を回ってメジロマックイーン。少し後ろからマヤのトップガン、外から外から AMO ゲランを。1馬身差13番、少し後ろから6番外からエアグレーヴ、内の方からメジロライアン、外から17番内尾の安定、18番後からゴールドシップ、その後ろに5番後方2番手に14番ポツンと1人、1番意気揚々と先頭行きます。4番どうでしょうこの展開。上がってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、間もなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。この直線で勝負が決まるぞ。さあ、外から先頭を伺うのはサイレンススズカ。最終コーナー最初に立ち上がったのはエルコンドルパサー。エルコンドルパサー先頭はエルコンドルパサー。これは強い。200を通過。エルコンドルパサー足色は衰えない。エルコンドルパサーリードは2馬身。2番手争いはメジロライアン、サイレンススズカ。お見事エルコンドルパサー、100歳以上の強さを見せた見事な勝利です。お見事、宝塚の主役を勝ち取ったのはエルコンドルパサー。夢を叶えた。2着はメジロライアン、3着はサイレンススズカ。